コンチネンタルカップ1回戦ファーストレグ、カドワラシャ FC 対 AC ミラン。最高のピッチコンディションの中、実況金武彦がお送りします。カドワラシャ FC スルバ強豪相手ですが、むしろ調子は良さそうです。コンチネンタルカップ今試合開始です。左にエンドを取るのは黄色のユニフォーム、カドワラシャ FC。 フォーメーションは 5-3-2。 右から左に攻めます。黒とエンジのユニフォーム、イタリアの上昇軍団 AC ミラン。監督はラッサネル、カルエット監督。フォーメーションは 4-4。 潰された、すごいブーイングです。キーパー盛んに指示を出しています。おっと、これは惜しい。さあゴールキック、さあセドセド、シェフチェンコ中央から右足、先制ゴール。前半14分、アンドリシェフチェンコ、この男が決めるとチームは乗ってきます。うまく決めました。前半16分、キックオフです。インザン、ここで打ってきた、ゴールイン。前半20分、フィリッポ・インザーギ、ビューティフルゴール、ビューティフルゴール。前半23分、キックオフです。ワントラップ、ラケット、攻め込んでいく、ボールを運ぶ、さて一人で行く、前へ、モンテディーゾ、抑えて、パウリング、左足のシュート、ゴール入りました。0-3、ウクライナのヤ・アンドリシェフチェンコ、ゴールに吸い込まれました。見事に決めてきます。前半37分、キックオフです。ワントラップ、パスを出してきた、インザー、中に入れてきた、ヘディング、レッテ、ゴールです。0-4、アンドリシェフチェンコ、ここで決めてきた。さすがのゴールです。前半44分、さあキックオフです。ワントラップ、ボールを運びます、レッツゴー。スローインで再開です。トラップ、ここでホイッスルが吹かれます。0-4、前半45分が終了です。アタック、アンブルジー、ボールを運びます、回していく、ダイレクトで、左足でシュート、決めた、ゴールイン。後半4分、フィリッポ・インザーギ、完全に試合を決定付けました。ドンピシャリのシュートでした。後半6分、キックオフです。抑え、ボールを回します、オービー、いつもの果敢なプレーが見られません。突破していく、グラネロ、上がるのは左サイド、中央から狙ってきた、ゴール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 、ゴール。0-6、ウクライナのヤ・アンドリシェフチェンコ、これほどの活躍を予想できたでしょうか。後半16分、両チームともに選手を入れ替えてきました。後半16分、キックオフです。ボールを回します、ワントラップ、外からモントリーゴ、リッキー、得意の右足、カルレット監督、選手たちに盛んに指示を送っています。レッテ、決まった、フィリッポ・インザーギ、この試合3得点目、ハットトリック達成です。ダニエル・ボネール、わずかな残り時間でどんなプレーを見せてくれるのか。後半27分、さあキックオフです。叩いた、トラップ、一人で行く、グラデロ、つなぎます、高いボール、トラップ、ランボルジー、
ドリブリング、アンボロジー、マントリーか、マントリーか、ワントラップ、クリア、レスター、繋いでいきます、右に送ります。イエローカードが出ました。フリーキック、ブラケタイムアップ、0対8、イタリアの上昇軍 AC ミラン、攻撃陣目を見張る大活躍でした。